はい、こんにちは、山陽と申します。さあ今日はね、どこに来とるかというと、これ三重県四日市市の日永五丁目、出したっけね、日永五丁目だな、もうこれぐらいでは取り直ししないよあのね、テイク4ぐらいか、テイク5かな、あのね、ここ、あの、6月のセブンイレブンのところに来てるんですけどね、あの、日永五丁目にある、あの、ランプさんとか、喫茶店のランプさんとかがあるところの、向かいからのところなんですけどね、ここね、なんで、そんな何回も泊まってるかっていうと、海軍道路の前のところなんですけど、地元の人ならね、ピンとくると思うんですけど、この先に総合医療センターって大きい病院がありましてですね、その金屋でさっきからですね、なんかひきなし何かあったのかなっていうぐらい、救急車やら、レスキュー車とかがね、どかどか走っていってるんで、それの金屋で、さってしゃぶり出した瞬間に、ふぅふぅ、ピーポーピーポーって言ってて、全然、あれにならなかったと思ってね、こんな感じで取り直してるわけなんですけど、ね、言ってる間に暖房が効いてきたもんで熱くなってきた。よいしょ、ということでね、さあ今日はね、何をやっていこうかというと、なんと驚きなんですけどね、まだ決まってないんですね。これ多分ここはサブチャンで上げるんだろうな。今ね、重きし勢いよかアップね、上げてきましたけど、今日ね、まあただね、大体のことは分かってまして、今朝一なんですけど、今からね、キッシーさん、前にね、動画、うちの動画に出てもらったのがいつ以来かな、10月ぐらいの動画が最後になってるのかなと思いますけど、キッシーさんとね、今から会って、まあなんか一企画でも撮ろうかなというわけでございます。まあ、どちらかというと雑談メインの、まあもしかしたらね、サブチャンの方に回すような内容になるかもしれないんですけど、前回がそうか、そうですもんね、満腹屋に口やとかね、そうだ満腹屋に行こうっていうやつをやりましたけど、まあほぼほぼただ雑談してただけだったんでね、あれだなと思ってサブチャン回しにしたんですけど、ことのほか好評でね、あれの時のね、しかもそのサブチャンの時で回しとった映像ですらなく、そのサブチャンの時の合間にチラッて撮っとったね、携帯電話の映像のやつがね、スマホでパッて撮ったやつのが、まさかのね、今4000再生だったっけね、とかと、言ってるってことなんでね、なんかね、世の中わかんねえなという思いながらもね、うん、まあとりあえずなんか撮ろうかというわけでございます。なんか、横で搬入が始まったんで、なんかちょっとバタバタバタ言って、なんやろって感じです。まあとりあえずね、こんな感じで、カメラ回しながらね、とりあえず、岸さんち行って、回収してね、やっていこうと思います。で、なんでね、セブンイレブンおるかというとね、これですね。まだこっちに変わってからは、やってなかったっけな、やってなかったかな、なんですけどね。あるコーヒーボトルのね、また新しいのが出たんでね、今度はなんか全国販売ってことでね、おおということでございますけどね。まあせっかくなんでね、岸さんにもね、不況用にね、もう1本買っといて。まあね、アルコーヒーでも飲みながらね、飲みながらね、YouTube の撮影したら、なんか、ちょっと、ね、YouTuber 気分味わえるじゃないですか、多分。ね、ということで、まあ、30分やっぱね、美味しい、これ美味しいんでね、いいなってね、ちょっと飲みながらね、行こうと思います。この編集点を使ってるかどうかですね、使ってなかったらサブチャン確定とか、まあいいか、サブチャンだったらサブチャンって書いてあるし、まあ多分行く途中までもあれですし、喋ってね、どっちにしろシャブタンにすると思いますけど、そう、このね、アールコーヒーボトル、今回もね、美味しいコーヒーなんでね、結構もう飲んでるんですけどね、うん。そう、ってことでね、早速、やつの家に向かいながら、行くわけでございますけどね。どう行こうかな。つんちね、こっちから行った方がいいや。まあ途中からモザイク入れたりするよ。途中じゃなくて今入れないとダメね。眩しいね、びっくり。そう、ちょっと朝の時間なんでね。眩しい。なんだっけ、そう、アールコーヒーボトルがね、出てね。いや、やっぱ、反響すごいみたいですね。うん。今回、ボンミスというかね、最初のうちね、まあ、発売日当初からね、ちょっとね、狙って帰ってこうかなと思ったら、最初全然見つけてなくてね、あれと思って、なんかさ、販売し
てるところ店がね少ないのか、あれ思ったより少ないのかな、東海3県なんでねあれかなと思ったんです。逆に前回ね売ってたんで、今回全国販売だったんで、どっちかというと東海3県以外、まあ岡崎とかね、ああいうところは除いたとして、三重県とかはね比較的その入荷が穏やかになってるのしてあるのかななんていうこともね思ってたんですけどね、あれそもそもの私過ちを犯してまして、販売スペースがちょっと変わってたんですね。まぶしい、よしこよし、なんて言ったらいいの、まぶしくても全部ぶっ飛んだ、前回はなんて言ったらいいのこれ、売り場のところがその同じ冷蔵コーナーなんですけど、なんて言ったらいいのかな、紙の健康ドリンクとかが売ってるようなところとか、ああいったところにあったんですよね。ちっちゃいボトルだったりか知りませんけど、ヤクルト1000とかと同じような感じの並びで、あったんですよ。豆乳コーナーみたいなところとかね、並びのところの大体、ところにドンってあったんですけど、そのつもりにね、そっちの方のコーナーをファーッと見て、なんやここ売ってない、あんまでも一部店舗って取ったしなと思ってね、3、4店舗回ったらどこでもねえなってなってね、結構初日は結局、夜か、夜に見つけるまで気づけなかったんですけど、何店とかはやっぱ売り切れがあったみたいですね。速乾があったみたいですし、それに加えてね、その売り場がね、話がめっちゃ飛んでるな、なんでかな、眩しいからかな、しごよし、おおかみよし、これし眩しいで、そう、売り場がね、その豆乳のところにあったんですよ。どうなってる、話繋がってる、大丈夫か繋がってねえ気がする。だから要はそんな初めて売り場売ってるのを見つけたところでね気づいたんですけど、今回は缶コーヒーとか売ってるコーナーの方に行ってるんですね。まあ当たり前じゃ当たり前ですよ、コーヒーなんですからね、で売り場ボトルのねサイズもあのサイズやと普通にはボトルの交渉と同じように置けるんで、多分前回やってるのあったのはそういうことでしょうね、交渉のサイズの問題だったでしょうね、なんでサルタヒココーヒーとかああいうやつでローソンですから、あっちはもう同じようにやってる方に置くじゃないですか、あれ売り場の面積の分割の問題だと思うんですよ、そんなちょっとのところね、あれしてるって、多分普通の人は思うかもしれませんけど、コンビニの売り場って本当、もうセンチ単位、ミリ単位とかでね、全部、ケースのサイズがこれで、これに対して何個、この商品だったら何個並ぶとかっていうので、測ってやってるんで、そのあたりの兼ね合いがあったのかなということも思ったんですけど、ね、あ、そっか、こっちかっていうことでね、それでね、それからはね、ちゃんと見つけれるようになってね、どうだろう、四日市の近辺だと何店舗か、売ってないなっていうところはあったんですけど、まあ大体買えるのかなって感じですね、8割方買えてる感じですね、今まで見た中3店舗ぐらい時はのお店とかあの辺りとかは売り場の設定がなかったんで、多分売り切れの店のところはねポップがねあるんでね、それで売り切れとったんやな、もう棚が空やで売り切れやなって分かるんですよ。そもそもそういった設定もしてない店舗も何店舗かあったんで、やっぱ行ってないところもあるのはあるのかなって感じですね。どういう感じの理由かは分からんすけどね、いや注文数に対して供給型やもんで分配制みたいなやつになったとか、それから単純に今回うちは他の商品に注力しようぜみたいな発注側の方の、判断なのかは分かりませんけどね、
実際その買っていくと、店員さんに聞かれることもありますもんね。これなんか、めちゃくちゃよく売れてるんですけど、なんですかねって、結構若い子がみんな買ってるんですよとかって。やっぱ、店員さんがその外人の人よりも、やっぱ日本人で、まあ、内輪もめる人、まあ、だからオーナーさんの、まあ、オーナーの奥様とかなのかな、みたいな人とか、年代の方がレジに立ってはると、日本人とかだったらね、こいつなんでこんな売れてるんですみたいな話とか、やっぱ出てるんで、やっぱ、その年代だとさすがに、東海オンエアって言われても、きっと、古代ところがあるんだろうなって、ね、まあ、その時には、軽くですけどね、レジの対応しながらなんで、軽くですけどね、キラキラと話をしたりとか、ね、うん、そこそこ、有名で、有名になってるやつなんですよ、とかね、まあ、あとは、単純にやっぱりあれ、サイリンコーヒーでね、開いたボトルで売ってるやつ、珍しいんでね、私も単純に多分、どっちかというと、こんだけ飲んでる理由は、東海オンエアだからというよりは、単純にこのコーヒーの美味しさで買ってるんだろうな、じゃなきゃ多分、ルッキー何本、何十本ぐらい買ってんだろうね。これ飲み始めと、ね、ちょっと、私ももともと、いわゆるコーヒーが大好き、コーヒー党じゃない人間なんですよ。ではない。コーヒー党ではない人間なんでね。